はい、福原監督は国際映画祭での受賞経験も豊富ですけれども、はい、クリエイターズファクトリーということで、はい、吉本興業が次の作品を全面復活ということになると思います、はい、何か次、撮る構想のものというのはございますか？いくつかあります。今同時に、3つぐらい自分で企画は進めていて、ぜひそのサポートを受けられればなと思ってますけど、一番可能性が高いのが、さよならっていう作品が、今進んでいます。原作の北鳥田さんの原作 でそれを、まあ、私の基準的に映画化したいと思って、で準備している作品が一番近いので、まあ、ぜひ吉本さんにサポートしてもらえると嬉しいなと思っています。次質問ございますでしょうか？品川監督、はい、先ほど受賞されて、まあ、時間短いんですけど、はい、どなたかにもお伝えになる。出演者には皆さんにメールでお知らせしました。答えはどなたからの反応でしたか？久保塚君とピーターさんからお返事いただきました。おめでとう、はい、久保塚君がツイッターでつぶやいてくれたりしてるんですね、はい、辻原さんから電話がつながりましたんで、こんな囲みしてたな。もしもし、何やってんのよ。うん、いや今ゴールデンシーサー賞を受賞して囲み取材の最中なの。なんか喜びの言葉とかある？皆さん取材してるから。45番ゲートと107番ゲートを間違えて遅れてしまったと。何の説明しろ、喜びを言いなさいって。じゃあみんな、待ってるからね。カムサハムリダじゃないよ、韓国気分引きずってるの。もう沖縄だから。はいはい、待ってます。すいません。本人は反省し、今向かっているそうなので、映画祭には間に合わないです。とりあえず晩ご飯食べに行きます。